皆さん、明けましておめでとうございます。はい、皆さんこんにちは。ロバです。レオです。ルイです。はい、今年ですね、日本に過ごす3回目の年始になるんですけれども、初めて、まあ今更って感じですかね、日本らしい年明けやってみたいって思って、2人の先生に来てもらっていろいろ教えてもらいたいと思います。よろしくお願いします。よし、いつも通りにいいねボタンもチャンネル登録もコメントもよろしくお願いいたします。じゃあ早速始めましょう。ロバ館始まるよ。じゃあまずレオ先生、今日はまず書き初めをやっていきたいと思います。書き初めですか。じゃあ簡単に書き初めを説明してもらうと、お正月に、いろんな好きな漢字とかを書いたり、今年のなんか目標みたいな字を書いたりします。決めておいて、自由に選べるの、はい、書いてる字。あ、いいですね。好きな漢字があったりするの？ない。ない。寂しいじゃん。じゃあ先生、本当に申し訳ないんですけれども、書き初めどころか書道すら一回もやったことがないですので、まあいろいろ教えてもらいたいと思いますが、まあ例えば道具の名前とか呼び方すら知らないって感じで、一歩ずつ説明してもらわないと何もできないです。よろしくお願いします。お願いします。じゃあまず何をすればいいんですか。まずここにある木字を切って、はい、こちらに入れてください。何かないです。お、押せばいいんですか。あ、それも言った本当に何も知らないんですよ。え、どれぐらい、おいし、メニュー初めて書くよ。よし、でそれで、大きな筆を2個あるといいんですけど、どちらか取って、まあ、初心者向けというか使いやすいがやつが、じゃあこれで、これで、はい、60続けて書き始めます、なるほどね。で、これ何のために使うんですか。これは綴といって、綴紙が動かないように、紙を出して、それはなんか衝動用の紙でしょうね。半紙と言います。半紙、半紙、何でしたっけ、綴、はい、綴置いて、で、これ右とか左にするっていうのもあるの。右の人は右の人でしょうね。よし、最初に何の字書くんですか。はい、A の A、はい、それはなんでその字にするんですか。この字にはあの書道のすべてが詰まっているみたいな。書道のすべて、はい、ということなんか、意味的にという、あ、やり方かというか書き方か、はい、はあはあ、筆順によっていろんな技術があるってこと、うん、なるほどね。逆にめっちゃ難しいということでしょ、すべてが入ってると。よし、じゃあ頑張りましょう。よし、準備できましたので始めたいと思うんですが、まこの字、長い永遠の A なら筆順は覚えてますけれども、まあ、本当に書道をやったことがなくて、筆の持ち方ですら、まあ、正しいのは知らないですんで、一応レオ先生に見せてもらおうかなって思うんだけど、じゃあお願いします。まず、筆に墨汁をつけます。割と近くに持ってるね。できるな。じゃあ本当にか。屋上がちょうど良くなってきたら、ありすぎると。書くときは
平行になるように、うん、紙と平行に、あはは、あ、そうなの、まっすぐ縦に、こういう感じで、結構強く押してるね、はい、よし、なるほど、じゃあやってみますね、なんか失敗しそうになったら普通に直してくださいね、適当に適当をつけに、大丈夫そうですかね、両方と、よし、じゃあ縦にして緊張してる、緊張してる、よし、で、そのまま登る、で下がる、うん、うん、よし、いかがですか、うん、力強くていいと思います、力強くていい、あ、いいことなの、逆になんかなんか押しすぎちゃってるかな、まあ、よくはないけど、まあ、あ、そうなの優しい先生だな失敗したのも褒めてくれるありがたいななるほど、それほど押す必要がないってことなんですかね、なるほど、よし、皆さんどうですか、人生初のなんというか主事、よし、書道のすべて入ってる字を書いてから、うん、基本的に何を書くの？次は例えば自分の、気に入ってるなんか字とか文字とか書いたり。そうなの？もう普通に自由に選べるってこと？うん、自由に。で、りょうくんならなんかどうやって選べるの？その字というか文字とか。書士貫徹っていう字を選びました。今年の目標になるって感じですかね？うん。最初に決めたことをや最後はやり通すみたいな、それはいい、それはいいですね、なんかフランスだとこういうなんかボンレゾリューションという言葉があって、まあ、今年の目標、うんうん、決めたりするんですけれども、まあ、それに合わせて、まあ、今みたい今やってることみたいに儀式というか行事がないですんで、うん、いいと思います、やってみたい、よし、ワクワクしてきた、長い髪、調子調子というか全然間違ったら面白いけどね、あ、え、なんか、なんというか食感が、肌触りが違うけど、どっちにするべきだ、ツヤツヤのツヤツヤ側というかね、にするべき、あ、そうなの、これやったら逆にしちゃった。で、それで四字熟語。細い筆で。こっちは太い。あ、太いでいいか。名前は細い。名前だけ。はい、ははは。大きさは気になるよ。どうやって決めるの？なん自然に。うん、結構綺麗に書いてる、一文字で、俺、年満々見させてもらいます志って字が好きで、うん、いろんなところで、よし、あ、そんな忘れなくて、どんだっけ、うん、てか
子供の字に見えるかね俺の書いてるやつ。新車そうだな、人生初だだだだだ豆って書いてピンポンってつける。よし、あ、二つ目の文字は同じですね。すみません遅くて、最初はピンパンプンパン、ピンパンプンパン、よし、ずらして、なんか比べたらもう絶対に子供っぽい字になっちゃうけどまあ経験で言うとそうだけどね。で、すずりは、あ、適当にこうやって、よし、レマンマン、ピンパンプン、よし、ピンパンプン、こういうのが好き。いいなのかちょっとわからないけど、好き。よし。すいません、お待たせ。俺、ノマだし。投資マンマ。で、最後に名前、うん、どこら辺に書くの？真ん中ぐらい。じゃあ挑戦して漢字にさせてもらう、うん、ロバの漢字わかる？珍しいじゃん、うん、ロバにしか出てないし覚える必要もないけど、よし、ここら辺かな、うん、じゃあまず「うな」って書いて「汚」、うん、いやいや優しいのはありがたいけど汚い決まってる、ピンポンピンポン、で次ピンなんか祈るようなように似てるけど、うん、最後は心じゃなくて皿って書いて、で次普通にうな、ピンパンプンタンピンプン、ピンパンプンタンピンプン、ピンパンプンタンピンプン、ピンパンプンピンパンプンタンピン、よし見せましょうか。よし、どうですか皆さん、人生初の書き初め、書き初めの頃で人生初の書道ですよありがとうございます先生、疲れ様です、勉強になりました。まあ確かに本当さっき言ってたんですけど、年明けに年にと1年に対して決める目標は気持ち的によく感じるものがいいことだと思う。ただただ書くのじゃなくて、そう考えて、しかも本当に頭を下げるよ、こんな若い子がそういう、まあ、日本人だし自分の文化だし、うん、当然なのかもしれないけど、いいわ、羨ましい日本人の子供たちに、こんな若い頃から、うん、年明けに目標を決めて、僕らはそういうのをしないよ、お前の国の文化はいいよありがとう、勉強になりました。よし、じゃあ次はルイ先生に何を教えてもらえますか？
まあ、やります。